って言った。その言葉にため息しか出ないや。何もわかっちゃいないのがわかる。優しさを勘違いしたやつも押し付けるように善人ぶった。偽善者も消えてくれよ。確かにあんたの言う通りさ、強くなきゃ何も守れない。悟り切って笑って語って正論な現実だ。うるせえよ。ちっぽけな日しか燃やせない。それも知ってる。誰より分かってんだ。そんなことは Let up the flame。 風はさらに激しく、その日に吹きつける。消えかけてはまた風を燃やしながら、また伝わって変わるか。一人で構わない。燃え尽きて灰になるとしても、頼むからもう黙ってくれよ。私のいないとこで私の噂するのもやめてくれよ。あいつはどうだなんだかんだ、的外れの議論干渉、決めつけのその秘書をたまらねえんだよ。確かに私は弱い。それがどうした。それでもやるしかねえんだよ。女性だなんだこじらして、うざまでももがいてる。知ってんだ。仲間だとか友達だとか助け合いとか、誰が頼んだってんだ。やめて。結局何一つ守れないのか。風が嘲笑う。消して消させないと叫ぶ別の日の声が聞こえたのは、同じ日を持つ背中、もし死んだ